い和風ポップスロックバンドとなっています。今日は大宮座のコピー曲を3曲とオリジナル曲2曲という構成で和の世界観を皆様にお届けいただけるということです。それではお願いいたします。Thank you.
願いします。まさかの体勢ですね。ちょっと前まで雨模様のお天気予報じゃありませんでしたか。びっくりです。はい、ということで1曲目お聴きいただいたのは大宮座より大岡民房長。こちらですね、小説バジリスクという小説ですねがアニメ化した際にオープニングテーマとして飾っておりました曲ですね。はい、ありがとうございます。本日アイリーの音楽さんにお越しくださいましてどうもありがとうございます。そちらの方に出店が少々出ておりますので何か気になる商品ありましたら次の手に取って食べながら飲みながら聴いていただければいいなと思います。はい、さて続きまして2曲目ですね。次にお聴きいただきますのは同じくオミノンズエリー月下という曲でございます。この曲は、新潟県に伝わる民話の月見草の嫁ですねというものをモチーフにした楽曲だそうです。それではどうぞお聴きください。
Thank you.
とうございます。ただいま聴いていただきました2曲はオリジナル楽曲となっておりました。1曲目が天国放題、2曲目が幻の花かずらという曲でございます。ありがとうございます。ということで楽しい時間もあっという間ということですね。我々の出番ももう残りわずかあと1曲となりました。ありがとうございます。そうです、ですよね。はい、喋るギターです。喋るギターですね、はい、ということで最後の1曲は皆さんおそらく大好きであの楽曲です。どうぞ最後まで楽しんでいてくださいね。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
願いいたします。